なんとか追いついた時に同じようにスイングするのってやっぱ無理ですよね。じゃあこういう時は、はいこんにちは、今日は通常のボールを使ってラリーをしていきます。先週使ったミディボールのグリーンですね、あれよりも硬いのでもう簡単にボールが飛んでいきます。あまりブンブン振らなくていいです。なのでより早い準備をして一定のスピードでスイングすることが必要になってきますので、ここでも基準を作っておきます。相手が打った瞬間にフォアかバックかをまず判断できるようにしてください。はいお願いします。はい、フォア、これ結構できますよね、相手を見てればいいんで。はいお願いします。バック、この判断は皆さん自然とやってると思います。で判断ができたらボールがネットを越えてバウンスするときですね、それまでにこの形、打つ形を作れるようにしてください。はい、フォア、わた、これぐらいのスピード感ですね。はい、バック、はい終わった、はい、あこの場合終わったっていうのは準備が終わったってことですね。はいお願いします。フォア、はい、準備終わり、もう打てる、これぐらい早い準備をしてください、ボールがバウンスする前にですね。それができれば一定のスイングスピードでラケット振ることができるようになるので、ボールがバウンスする前に準備を終わらせておく。準備、準備、 OK、 こんな感じですね、はい、こうやって準備ができたときは、OK、こうやって準備ができたときは自分のリズムで打てるようにしましょう。じゃあ準備ができなかったらどうするか、まず短いときですね、相手の打ち損ないなどで、まあ、初心者同士でラリーしているとよくありますよね、ボールが飛んでこなかった、そういうときになんとか追いついたときに同じようにスイングするのってやっぱ無理ですよね。じゃあこういう時はスイングをしないでください。スイングをしないでコートの中に入れることを優先してください。なので持ち方何でも OK、 プッシュ、もうこれで OK です。あ遅れた、プッシュ、ここはもう打ち方関係ないですね、面の向きを合わせて返せるかどうかがポイントになります。短い時はそうしましょう。後ろに下がった時もほとんど一緒ですね、後ろに下がって高いところで打たされる時、ここも難しいですね。今までずっとここ低い打点で打つところを練習してきたのに、いきなりここになったら難しいですよね。やってきてないことをしなきゃいけないんで、こういう時は無理しない、面の向き合わせて返すことを優先してください。この3つですね、いいバランスの時、ゆっくりしたスイング、短い時返すのが優先、後ろ下げられた時返すのが優先、この3つに注意しながらラリーをしてみましょう。これまだ間に合う、これも普通ですね。あこれちょっと遅れた、はい、返すの優先、あ下げられた、あでもまだ打てる、はいスイング、あこれもまだ打てる、あ、はい、これ返すの優先、よいしょ、あ後ろ来た、これも返すの優先、まあ、できるようになってくると今の2つのバランスを崩れた状況でも返せるようになるので、まあ、ここではあもうこれ無理、無理ってなったらスイングしないで返すのを優先にしましょう。あうわ返すの優先、うわこれはウィンドミルなら簡単に返せる、バックハンド、うん、早い準備、ゆったりしたスイング、早い準備、ゆったりしたスイング、うわ返すの優先、ここまで来た、あ負けだ、今ちょっと失敗してしまったんですけど、
これまだ初級初心者のクラスでは多分取り組まないと思いますけど、まあ、一つ知っておいてください。ここまで前に来たらここからボレー、これ次回取り組むんですけど、ボレーというのがあります。まあ、これパート1でご紹介しました。まあ、パート1からここまでを見ていただくと、まあ、お友達同士でラリーもできるようになってくると思いますので、ぜひですね、お友達のこの動画をシェアしていただいて、一緒にテニスを楽しみましょう。では皆さんのコメントお待ちしております。ありがとうございました。はい、プレミアム版のお知らせです。 YouTube はですね、なかなかこう細かく取り組めないことをプレミアム版でですね、プログラムを含めて取り組んでいます。ぜひそちらの方もお申し込みください。